はい、いいですかね。はい、休憩の後なので、まあ、ちょっと重たい感じの発表になってしまったので、もしかしたら途中眠くなってしまうかもしれないですが、まあコーヒー飲んだのでちょっと元気が出たので、ついてきていただけるかなと思います。オートエンコーダーで特徴抽出っていうタイトルで発表したいと思います。佐々木海と言います。よろしくお願いします。まず自己紹介なんですけど、ちょっとものすごいスライダーの数があるので飛ばします。今日のお話なんですが、まずオートエンコーダーって何っていう話をしたいんですけど、その前にオートエンコーダーの中で使われているいくつかのアルゴリズム、まあのエッセンスだけちょっと細かく話すと終わらなくなっちゃうんで、エッセンスをいくつか紹介して、でその後にオートエンコーダーって何っていう話と、まあ、オートエンコーダーがなんで話したいかっていうと、最近流行りのこのディープラーニングで使われているアルゴリズムなので、そこにどうやって応用するかっていう話、あとどうして、オートエンコーダー使うとディープラーニングっていう手法が流行ったのか、うまくいったのかっていう、その理由みたいな、解釈っていうんですかね、理由みたいなのを簡単に話して終わりにしたいと思います。はい、じゃあ行きたいと思います。まずオートエンコーダーの前にですね、最適化の話をちょっとしたいなと思います。オートエンコーダーは機械学習のアルゴリズムの一つなんですけど、まあ、中で最適化をやります。で、まあ、機械学習って全部何かを最適化するんですけど、その何かが、まあ、正解との誤差だったり、まあ、何なんですか、何らかの形で定義したエントロピーを増やしたり減らしたり、まあ、あとは何かデータ間の距離とか減らしたり増やしたりっていうのをとにかく増やしていくとか、とにかく減らしていきたいっていうのがあります。で、これをやるための方法が、まあ、いろいろあるっていうわけですね。で、今回もオートエンコーダー中でニューラルネットワークっていうのを使ってるんですけど、は勾配法を使って計算するので、まあ、ちょっと勾配法の話を最初にしたいと思います。で、全ての機械学習のアルゴリズムっていうのは、まあ、大体の機械学習のアルゴリズムは、まあ、まずデータ点があるわけですね。まあ、これはベクトルで表されます。もう今日参加されている方は皆さん、あの行列とベクトルはもうすごい慣れてると思うんで、あんまり細かい話はしないんですけど、まあ、なんかこう数値がいっぱい並んだものをデータ点として使うことが多いです。で、モデル、なんかこのデータ点を与えた時に何か答えが欲しいわけですね、機械学習って。その時の、まあ、答えを出す機械がモデルって呼ばれるものです。で、この時に W って書いてあるのがそのモデルパラメーターで、W もベクトルなんですけど、それとデータの内積取って、まあ、なんか変な関数適当にポンってやるとなんか実数が出てくるじゃないですか。そのために使うのがモデルです。で、3つ目、目的関数、最適化したいものですね。これ目的関数っていうんですけど、Y が教師データ、出してきてほしい答えですね、とモデルから出た答えの差を取って二乗すると、まあ、これ 差になるわけですよ。これがでかいければでかいほど答え全然違う答えが出てきて、これが0に近ければ近いほど正しい答えに近いものが出る。で、これを、まあ、今日のスライド全部 J って表します。とにかくこれをちっちゃくするのが今日の最終的な目的です。で、最適化、勾配法で最適化するときのアルゴリズムは、この後すごいこの形がたくさん出てくるので、これだけ覚えておいてください。なんでこうなるかは、すごい難しいというかすごい長くなっちゃうので言わないんですが、とにかくモデルパラメーターから、目的関数をモデルパラメーターで変微分したものを何度も何度も引く と、この目的関数がどんどんちっちゃくなっていきます。これだけ覚えていてください。とにかくモデルパラメーターから目的関数をモデルパラメーターで変微分したものをどん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 引いていく。この最後のやつだけちょっと覚えていてください、頭の片隅に。で、ニューラルネットワークの話に行きたいと思います。ニューラルネットワークっていうのは、まず左側がインプットですね。なんかデータ点を与えます。上から一個一個、だってこれ、この図だとまあ4次元っぽく見えるんですけど、4次元のデータを与えて、で、それぞれの値に対して、まあ線が書いてあるんですけど、これ重みベクトルですね。さっきの W って書かれてたやつです。で、それをかけて足して、中間数の値を出します。で、そこから、また同じように重みベクトル W があるんですけど、そこからかけて足して出力層の値、これまた4次元ベクトルになってるんですけど、を出します。そうするとなんか入力のベクトルを入れるとなんか出力のベクトルが出てくるじゃないですか。で、この出力のベクトルが僕たちが望んでいるものになっていると嬉しい。で、この処理のことを、まあ、フィードフォワード、
前に向かってそれぞれ伝播していくのにフィードフォワードって言ったりします。で、まあ、これ言葉の定義の問題でこれから使っていくんですけど、左側のデータ入れるところが入力層、真ん中が、隠れ層って言ったりします。まあ、目に見えないところだからですね。で、右側は出力層、ここが、まあ、出てきてほしい答えです。はい、でこれを、数式で書きます。まずデータ点があって、モデルパラメータ WH と WB、 これ行列ですね。で WH っていうのはこっちでいう、左側のここのつながりを表したモデルパラメータで、 WV っていうのがこっち側の、つながりを表したモデルパラメータですとします。そうすると隠れ層からの出力と出力層からの出力は、こうなります。はい、ですねいきなり出てくるって意味わかんないかもしれないですが、全然あの難しくはなくて、さっきと同じように入力ベクトルに対してモデルパラメータかけてあげた。で、まあ、これバイアスっていうんですけど、これあんまり大事じゃなくて別にゼロでもいいです。あとこの中に突っ込めるのはあんま大事じゃないです。とにかくモデルパラメーターに入力ベクトルをかけてあげて、なんか関数を突っ込んあの通してあげたら真ん中の値になったよ。でその真ん中の値にもう一回モデルパラメーターをかけてあげて、なんか関数を通してあげたら出力になったよっていう図です。あ、図式です。でこれがニューラルネットワークの、 あの式ですね。でこれをこの AV って書いてある、まあ、V ってビジュアルの目に見える部分の、そう、出力層からの値を、まあ、僕たちが望んでいる答えに近くしたいっていうのが望みです。どういうことかっていうと、まあ、例えば、画像とかですね、画像ってこうピクセル値で全部表せるので、例えばこれがこう724とかのベクトルが 28×28 だったら724とかの行ベクトルで表せるわけですね。それを突っ込んであげて変えるっていうところの、このニューロンが発火してくれると嬉しい。他のところが発火すると間違い。なのでなるべくこう変えるが発火するようにしてあげるためには、この間のさっきの WH と WV を、まあ、このカエルの画像を与えるとカエルっていうところが発火するような WH と WV になってくれるというわけなんですけど、それをまあ手で作るのすごい大変なんで、勝手にカエルの画像を入れたらカエルになってよっていうアルゴリズムがあります。それがバックプロパゲーションっていうものです。でここからなるべく なんですかね、正確性を期すために怒涛の式変形をやっていくんですがあのつまんなくなっても最後もうちょっと面白い話があるんで、とりあえず抜け出しても後で最後戻ってきてくれると嬉しいです。はい、まずやりたいことですね。目的関数、これはさっきまでと同じですね。 Y が教師データ、さっきで言うと変えるってやつですに対して、ネットワークから出てきたやつの差を取って二乗すると、まあ、これが、誤差になるわけですね。正解との差、でこれをまあなるべくちっちゃくしたいと。で右側の AV っていうのは、まあ、さっき出した式と同じですね。これです。でこれをちっちゃくしたい。でまた出てくるんですが、ちっちゃくするためにはこれをすればいいんです。モデルパラメーターから目的関数をモデルパラメーターで微分したものを何度も何度も引いてあげる。で、なので、まあ、W は分かんないわけですよ、勝手に動くから。なので右側の J を W で変微分したものが知りたい。で J って何かっていうとこれです。これもなんかごちゃごちゃしてるんですけど、一個一個見ていくとそんな難しくなくて、この隠れ層の出力、これあの、あ、これ V、H ですね、これすいません。W、インプットに W かけて何か関数を通しました。そこから出てきたやつにまた W かけて何か関数を通しましたってやつです。だからこれネットワークからの出力ですね。今線引いてある部分が隠れ層からの出力で、もうちょっと範囲広くなって、これが最終的な、ネットワークからのアウトプットで、これが全部が教師データとの誤差で、これがちっちゃくなるというわけですね。で、つまり右側のこの J を W で変微分したものが分かれば、それを何度も何度もやればどんどん誤差がちっちゃくなっていくと。で、まあ、これ何っていうと、
まあ、1個ずつ求めたいわけですよ。さっきあの隠れ層とのパラメーターと出力層とのパラメーターを2種類あったんですけど、まあ層ごとにこれが分かるといい。でもっと言うとこれ行列なんで、なんかたくさんこう 3×2 とかなってるんですね。その1個1個の値に対してこの J が分かればいい。これ何がしたいかっていうと、この W のJ 行目 I 列のモデルパラメーターは誤差にどれだけ寄与しますかっていうのを出したいわけですよ。これが2倍になったらこれも2倍になるとか3倍になるとかもっとちっちゃくなるとか、そういうのが知りたい。これも一緒です。つまり各モデルパラメーターでの、目的関数への寄与度を知るためにこれを計算します。はい、でまた戻ってきます。これがニューラルネットワークの、で式でしたね。で、これ1個ずつ求めたいんで、これをもうちょっとあの行列じゃない形に直します。とするとどうなるかっていうと、こうなります。これが W の J 行目 I 列目の値ですね。に、I 番目のインプットをかけて、とにかく足しまくりますと、隠れ層からの出力になります。あ、でそれを何かの関数通してあげると隠れ層からの出力になる。でこっちも同じです。隠れ層からの出力をとモデルパラメータをかけて何かの関数に突っ込むとネットワークの出力になるっていうのをばらすとだけです。ばらすと微分しやすくなるからです。はい、隠れ層ベクトルの J 番目が上で出力ベクトルの K 番目が下です。でこれどこに当たるかっていうとここに当たります。 AJ っていうのが、まあ、真ん中の値の真ん中の層の、出力ですね。で AK っていうのは最終的な値です。はい、で求めたかったのは何かっていうと、この J をそれぞれのノーミーパラメーターで微分したものですね。でこれを計算しやすくするために、変微分の連鎖率っていうのを使います。とこうなります。なんでこんなのができるかっていうと、さっき言ったんですけど、それぞれ、目的関数 J への、重みパラメータの寄与度を知りたいんですけど、この重みパラメータは必ずこの J の I を通してじゃないとここに寄与しないんですよ。なんでかっていうとなんでかっていうと、これの出力側がこのニューロンになっているので、この値を通してじゃないと必ず J は変わらないので、こういうふうに、これを介して変微分を分離させることができます。では、出力層も同じです。で、これらの式がすごく大事なので、ちょっと横に乗っけといて、ここからバックプロパゲーションがどうやって重いパラメータを変更していくかっていうのをお話しします。もう5分ぐらいで終わるのでちょっと、まずちょっと天下り式ではあるんですけど、この J を ZJ で割ったものを、まあ、デルタ J とします。これは誤差っていうんですけど、まあどうでもいいです。デルタってを置きます。でこのカッコ1の式から、JZ を WIJ で JI で変微分すると A になるなりますよね。カッコ1あの式です。あの上の式を WJI で割ると AI だけ残るじゃないですか。残るんですよ。まあ残るとしましょう。で次カッコ3の式、さっき、変微分の連鎖率で分けたやつですね。こいつをで、カッコ3は、さっきの上で出したデルタと、カッコ1の変微分を使うと、デルタ J×ZI って置けます。で、これは何かっていうと、まあ、J とか Z って値にあんまり意味がなくて、この式が各層で、隠れ層だろうが出力層だろうが一般的に適用できて、で、その時の重みの各勾配、重みの各勾配は、その出力側のデルタと入力側の Z の値をかければ出てくるよっていうのを言いたいわけです。デルタ JAI だね。デルタ JAI。ZI。ZI。
子さんの絶かっこさんのない あ、はい右側は AI になるんじゃないですか。ですね、そうですね、これが来るのか、あ、すいません、はい、あ、まあでもどっちにしろ一緒で、一緒じゃないんだけどゲームみたいに一緒じゃないんですけど、そのとにかくでデルタとそのにあの重みパラメーターの入力側の値をかけて、かけたらこの重みパラメーターの目的関数の記憶度が出るっていうのが言いたいです。で A は分かるんですよ、なんでかっていうと計算できるから。でデルタって今適当に置いちゃったんで、この目的関数を ZJ で微分したものですね、これ分かんないんですよ。でこれを求めたいんです。で各層でのこのデルタ J の値を求めることができればいいんですけど、まずこの目的関数、さっきあったやつで、目的あの出力層での、これ何言ってるかちょっとよく分かんないかもしれないんですけど、あの出力層だとそのなんか関数をさっき通してたじゃないですか、シグマっていう関数、何でもいいんですけど、あれが、まあ、高等関数にしても OK なんですね。なんでかっていうと、ニューラルネットワークの出力は答えに近づけたいので、勝手にその答えになるようになっていれば別にもう関数通す必要もないので、Z、あの出力層の Z と A の値は同じにしても大丈夫っていうのがあの背景にあります。そうすると、目的関数はさっき今までずっと A って書いてあったんですけど、Z って書けます。で、そうすると、出力層でのデルタ K、あのデルタ K っていうのはこうやって書けます。これは、ちょっと難しくはないんですけど、あのベクトルの差を2乗してあれノルム取って2乗したので、それを一個一個ばらすとこういうふうに微分できます。つまり、まあ、あの直感的に言うと誤差、あの差です。教師データとネットワークの出力の差です。出力層はこれがあのデルタになります。で出力層はじゃあデルタも分かったんで、 Z の値も分かっているので、まあ、重みパラメータの勾配が分かりますと。でじゃあ隠れ層ではどうなるかっていうと、隠れ層ではデルタ J は、まあ、さっきの天下り式に出した式からまた、変微分の連鎖率使って上のような形になります。 ZK を通してでしか ZJ は ZJ は目的関数 J に寄与しないっていう意味ですね。で、上の式は、この上の式のシグマの左側で、あの J の ZK の変微分は、まあ、デルタ K って表せますよね。これはさっき あのデルタの定義からそうなるんですけど、で右側はまた同じように変微分の連鎖率使って分解できます。でこれは、ZK にはZJ は AJ を通してしか寄与しないっていう意味です。でそれぞれこう分かれるわけですね。ここはさっきと同じです。でこれちょっとあの分からないと思うんですけど、右側のカッコ1を見るとどうしてこうなるか分かると思うんですけど、 AJ を ZJ で微分するっていうことは、まあ、このシグマ関数を微分することになります。で全体として、まあ、細かいことにですけど、全体として一番下になります。こういう式が出てきます。でここで大事なのは、このデルタ J が知りたかったわけですよね、隠れ層の。でどうやったら知ることができるかっていうと、これとこれはもう、まあ、これは重みパラメータなのでもう得られてるわけですよ。あの最適化されてるかどうかは別として、でこれはフィードフォワードの段階でこの ZJ っていう値はあのさっき出てきた出力をするときの値で出てきてるわけなので、これとこれ分かってるんですよ。でじゃああとこれだけ分かればデルタ J が分かるんですけど、これは実はこれの1枚前のスライドで計算してましたよね。あの教師データと入力あのネットワークからの出力の差っていうことで、つまりこのフィードフォワードですでに分かってる値とこれより前に先に計算してた値がすでにあるので、これが計算できるようになります。すでに分からない値は一個もないわけです、これを計算するときに。でここで大事なのは、別にこの時にその添え字はあんまり意味がなくて、とにかく前の層の値があれば後ろの、後ろの層の値があれば
入り口に入力に近い方の層の値も分かる、つまりこう戻ってくるような感じですね。最初フィードフォワードで出力を考えたら、その出力と教師データとの誤差を元にまた戻ってくる、なんね、その誤差をで逆に伝播させていくのでアークプロパゲーションと言います。はい、でつまり誤差各勾配各層での勾配を求めるにはこのフィードフォワードネットワークで計算した値を覚えておいて教師データとの誤差のもとに、まあ、逆に伝播させていくといいわけですね。はい、で細かいのは終わりました。ここからあの数式ほとんど出さないようにしたのでまた起きてください。で大事なのは全然あそこら辺はあの厳密性をなるべく説明したかったので全然大事じゃなくて、ここからすごく大事です。要は何が言いたかったかっていうと、ニューラルネットワークっていうのは何か望んでいるものがあったらそこに近いものを出すように、まあ、勝手に学習してくれるよっていうことなんです。でこの望んでいるものにがもう何でもいいんですけど、オートエンコーダーは入力それ自身にします。この望んでいるもの、まあ、何が言いたいかっていうと、X っていう何かデータを与えたら同じものを返すようにしてほしいんですよ。なんかエンコードして、まあ、何でもいいんですけどデコードするとこれと入れたものと全く同じものが返ってくるように学習させたい、そうするように仕向けたものがオートエンコーダーって言います。で、まあさっきと同じようにニューラルネットワークの式を出すとこうなります。で何が違うかっていうとここなんですけど、これは佐野さんの話かにあったかもしれないですけど、要はこう、隠れ層へのパラメーターと隠れ層から出力層へのパラメーターはこう単に転置しただけの関係にしてあるんですね。つまりこう なんかで処理を与えてそれと逆の処理をするだけみたいに見える感じになってます。これが、オートエンコーダーの式ですね。違うところはこことこのパラメータが、まあ、実質同じような形になってるっていうのがとても大事です。でこれをすると何がいいかっていう話は、まあ、次元圧縮と特徴抽出っていう2つの意味があるんですけど、これはちょっと最後にします。でこれをディープラーニングに使います。でどういうアルゴリズムかっていうと、今一番精度が出てるって言われてるのはこのスタックとデノイジングオートエンコーダーっていうもので、何かっていうとこのデノイジングオートエンコーダーっていうオートエンコーダーの種類があるんですけど、それをたくさん集めて、まあ、ディープに、この辺がディープですね。こうたくさん、これさっきのニューラルネットワークなんですけど、これをどんどん積み重ねていって、なんか出力を与えるっていうものがスタックデノイジングオートエンコーダーです。で、じゃあデノイジングオートエンコーダーって何よっていう話なんですけど、ちょっと違うんですよ。さっきまでの単なるオートエンコーダーとは、それが何が違うかっていうのをちょっと説明したいと思います。まずディープラーニングのアルゴリズムでは最初にプリトレーニングっていうのをします。これ何かっていうと前処理にあたります。どうやるかっていうと、まずこのデノイジングエンコーダーを学習させます。デノイジングオートエンコーダーっていうのはこの入力にちょっとノイズを加えるんですね。本当は、X って値を入れたら X って値を返してほしいんですけど、ちょっと意地悪をして X をちょっと崩すわけですね。これはなんかよくあるのは二項分布とかで何個かこう削ぎ落とす N 次元のものからまあなんか 20% ぐらいゼロにしちゃうわけですね、値を。そうするとそれなのに元あった答えを出せっていう、まあ、ちょっとマゾっぽいネットワークを作ってですね。十分な情報を与えないのに元あった答えを出せと、そういうネットワークを作りたいわけです。でこれはまあアルゴリズムとしては簡単で、これちょっとノイズを加えた入力と正しい答えを与えて、まあ、バックプロパゲーションすればそのようなニューラルネットワークは作れます。でそれをデノイジングオートエンコーダーって呼んでるだけです。でこれをひたすら最初にやります。でこれができたら、ある程度できたら、出力側の方を取っ払います。そうすると何か入力を与えるとちょっと少ない次元数になったものを返すような機械ができるわけですよ。でこれがすごく大事で、まあ、後でちょっと説明しますけど、こういう形になってますね。でこれがデノイジングオートエンコーダー。でこれをまあたくさん釣られるんですけど、
アルゴリズムとしてはプリトレーニングっていうのはここの段階でまず最初のデノイジングオートエンコーダーをバックプロパゲーションします。これは何か入力に対してそれと同じようなものを学習させる、あの覚え返すように学習させます。で、ある程度ここをやったらまずこうフィックスさせます。フィックスさせたら今度次の層でまた同じようにここの値出力から あのデータに対してそこと同じようなものを返すようなデノイジングオートエンコーダーを作ってその出力を取っ払うっていう処理をします。で、あとずっと同じように続けます。どんどんフィックスさせていってここまでやります。最後の層は、例えばクラス分類であったり回帰分析であったり解きたい問題がいろいろ違うので、最後の出力層だけはいろいろ好きなように交換できるんですけど、この部分だけはどんどんプリトレーニングで、まあ、前処理させてあげるとフィックスさせることができます。で、そうすると最後の層だけ取っ換えればいいんで、ここの機械が何て考えられるかというと特徴抽出器として考えられるわけです。つまりここ使い回しができるんですよ。ここで、ここは問題によっていろいろ変えればいいんで、ここが分かってると、ここが決まるともうあとここのトレーニングは何もせずにここのトレーニングだけすればいいっていうのがディープラーニングの特徴というか効率性の肝となっている場所です。で、最後ですね、ちょっとここが本当は一番話したかったところなので、話したかったところです。あの数式どうでもいいです今はい、まずオートエンコーダーのすごく大事なところは次元圧縮ですね。さっき宇野さんのやつ、あの話で謝礼っていう話があったと思うんですけど、それとちょっと近いのかもしれないんですけど、次元をとにかく小さい方向に向かわせるんですね。ただなんていうんですかね、機械学習ではその次元が多いと扱いにくいので、次元を小さくしつつでもデータの特徴を失わせないっていうような学習をさせることがあって、そういうのをあの多様体学習、マニフォールドラーニングって言ったりします。で、それはディープラーニングとは別にあるアルゴリズムなんですけど、このオートエンコーダーはそれと同じようなことをやってるんじゃないかって言われています。で、入力層に対して隠れ層をちょっとちっちゃくしてあげると、その隠れ層が、その遮影先の次元数になっているっていう考え方があります。で、この次元圧縮がうまくいってるんなら、この各特徴をうまく分けられるような空間にマッピングされてるはずなんですよ。で、プリトレーニングで得られた層はパラメータそのままで使い回せるので特徴抽出器として使えることができます。で、この下の画像はその僕は作ったんですけど、あのスタックとデノイジングオートエンコーダーを回して、MNIST っていう手書き文字認識のデータがあるんですけど、そいつを加わせて、まあ、中の隠れ層の重みをちょっと出してきて可視化したものです。はい、これはでも別にそんな難しくなくて、ただその何ですかね、でかいデータダウンロードする帯域と、まあ、EC2 を24時間ぐらい動かすぐらいの計算力があれば誰でもできると思います。で、ちょっとすごいやってみてまさかこんないい結果が出ると思わなかったんですごく面白いのでシェアしたいんですけど、まあ、左この態度と反対のはまあ どっちでもよくて、まあ、態度っていうのはさっきの、転置したものを両方学習させるってやつ、反対度は片っ端しか学習させないっていうロジックですね。まあ、そこはあんま大事じゃないんですけど、まあ、面白いのは反対度させるとサボってる人がたくさんいるなっていう、サボってるニューロンですね。あ、これ何の画像かっていう話をしてこれ何かっていうと、各重みをこれが一つの画像に値します。画像っていうか画像を加わった時の重みの値を表します。で、これ 100×100 になってるんですけど、これが1個の重みで、これはもう1個の重みで、これはもう1個の重み。難しいな、説明が。要は、その重みの値を各、さっきすごいたくさん次元があったじゃないですか。これは入力次元が724のベクトルな、28×28 の画像なんですけど、それを 100×100 の、100個のニューロンにマッピングするような形になっています。なので、
これが 28×28 で、これが 100×100 になってます。なのでこれが1個の重みで、どういう重みかっていうと、これが1個が特徴を抽出するような重みになってます。はい。で、なんとなく見てるとわかるかもしれないんですけど、これ5っぽいんですよ。で、これ3っぽいんですよ。っぽいだけなんですけど、 でも大事なのは、これ別にここに僕5って言って、5になれって言ってないんですよ、何も。ただ5のデータをたくさん壊せて24時間ぐらい走らせたら 5なんじゃないかってこの人は認識してくれたわけですね。で、こうなると、まあ、この5の特徴が抽出できてるんで、これを、まあ、ロジスティックリグレッションとか他のアルゴリズムに加えて問題解くのは割と簡単なんですね。なんでかっていうと5の特徴、他にはない特徴をこいつは出してくれてるので簡単に分けることができます。はい。この、まあ、僕が何もこれは5だよ3だよって言わなくても、5っぽい特徴を勝手に出してくれたのはディープラーニングにしか今のところできてないやり方です。はい。ちょっと長くなってしまったんですけど、まとめです。まあ、オープンエンコーダーの話をしましたと。で、まあ、前提となる知識を少し話して、オープンエンコーダーが実際どういうことをやってるか、次元圧縮と特徴抽出っていうのを主にやってるっていう話をしました。今回の資料を作るにあたってちょっといろいろ参照するところはあったので、まあ、これらの論文とか本を読んでもらえるともっと理解が進むんじゃないかなと思います。まあ、でもちょっとものすごいいろんな、まだもう割と安定した技術じゃないので、いろんな解釈があったりアルゴリズムがあったりするので、そういったものを試しつつ、どんなものがディープラーニングとして最適なのかとか AI のかとか、そういうのを見てみると、まあ、ちょっとかっこいいんじゃないかなと思います。はい、ありがとうございました。何か質問とかってあったりしますか？質問だらけかもしれないんですけど、はい。すみません、バック、これで、なんか、入力と同じような出力が出てくるっていうことだったんですけど、それだったら、科学オーバーラーニングとかは、そのこういうバックプロパゲーションはどうやって回避できるのかもしれない。あ、科学習ですか。あ、で言うとですね、まあいいや、目的関数があったじゃないですか。あれは今回は、まあ、ちょっと分かりやすくため単に、教師データとネットワークの出力との誤差を入れてたんですけど、あそこに、まあ、生息確保を加えたりとかすると、でそれを微分したものをまた逆伝播させるっていうのは同じような方法でできるので、そうすると、まあ、科学習はしづらくなると思います。ただまだ理屈は分かってないんですけど、ディープラーニングでデノイジングオートエンコーダーをいくつも連ねると科学習しにくくなるねっていう研究結果が出ていて、まあ、それは何でか分からないんですけど、あんまりディープラーニングの文脈で科学習が困ったっていう話はあんまり聞かないですね。はい、ありがとうございます。さっきの 5とか3っぽいものが出てきたっていうのは、あれは何を入れたというか、何を元にこれを作ったんですか？これは、MNIST っていう手書き文字 28×28 の画像データがたくさんどこかの大学が出してて、そいつをバーって入れました。入れただけです。 MNIST っていうことは数字、これ出てるの数字の数字とって書いてますか？すいません、それ、はい、そうです。0から9までの数字ですね。なので、こう、一個一個が0から9までの数字に対応しているはずです。まあ、出てないのは特徴があまり抽出できてないということなんですけど、はい、すいません、そうです。はい、他に何かありますか？あ、はい。このちなみにオートエンコーダーはこれ何層ぐらい重ねたものですか？これは、いや、でも、ですね、7つかな、オープンコーダーを、2つと出力層1個だから5層って言えばいいんですかね。はい、はい、はい、すいません、大丈夫です。入力が 28×28 なんです。で、出力が 10だと思うんですけど、その間のノード数っていうのは、あ、
28×28、100、30、10でやりました。それ以外でですね、ノードの数によって変わって、はいはいはい、違います違うんですが、時間がすごいかかるのでちょっとあまり試す力がなかったですね。ちょっとローカルで動かすとなんかメモリ全然足りなくて何も動かないんで、そういうメモリオプトマイズな EC2 を借りるんですけど、まあそれ24時間ぶっ通し動かすと結構毎月お金かかるなと思って、まあ、ちょっとあんまり試してないです。でも試してみ、もっと早く高速化させて試してみたいなと思ってます。はい、他にはありますか。はい、じゃなければ以上となります。ありがとうございました。